おはようございます。おー、イクレちゃん。お願いします。いつもの自己紹介やってもらっていいですか。はい、自己紹介ですか。いつものやつ。いつものやつ。何この、はい、ダンスロイドのリーダー、イトクトラと書いてイクラです。好きなお寿司のネタはウニです。よろしくお願いします。ドキュメントオブドリームクリエイターファイルナンバー01イクラ。イクラは動画共有サイトニコニコ動画の一大カテゴリー、踊ってみてから生まれたダンスユニット、ダンスロイドのメンバー。これまでにダンスロイドのメンバーがアップロードした動画の総再生数はなんと5000万回を超え、その人気は日本のみならず海外にまでも広がっている。そんなグループのリーダーを務めるのがこのイクラ。彼女がどのようなきっかけで現在の自分にたどり着いたのかを聞いてみた。高校卒業してから特に大学を受ける気もなく、親がもうすでにマレーシアに移住をしておりまして、その親のもとへ旅立って行って、マレーシアとは言っても島だったので、周りには海とか川とか山とかしかなくてですね、とても住むにはつまらない10代の私でございましたので、パソコンを自室に置いてもらって、そしたらもうほぼ引きこもりみたいな、海外に来てまでね感じになって、それでニコニコ動画さんに出会って、踊ってみたとかを見るようになりまして、昔バレエを私習っていて、ダンスとかも習ってたんで、それを活かして何かできないかなと思った時に、やっぱダンスを活かして踊ってみたかなと思って。動画をアップしたこの日が彼女のターニングポイントとなった。私が上げた当初って、もうみんな顔を隠してマスクとかお面とかをして、あと自室で自分のカメラで撮ったものとかがやっぱ主流だったんですよ。なんか私もなんかその見てもらって笑ってもらえるのが一番いいなと思っていて、面白いものが作りたいなっていう、なんかその踊ってみたっていうよりかは面白い動画撮れたらいいなっていうのが最初でした。面白いものにこだわり動画の投稿を続けたイクラ。初めて自分で振り付けをしたこの動画はカテゴリーランキング1位に輝いた。もともとそのアイドルになりたくて動画を上げてたとかはなかったんですよ。でもやっぱりこう動画を上げていくうちに、ありがたいことにこうファンの方がついていただいたりとか、そしたらなんかもっともっといいものを作りたいとか、もっともっといろんな人に知ってもらいたいと思うようになって、これがお仕事にできたらすごくいいなと思ったのがきっかけで、ニコニコ動画のいわゆるウプ主さんって投稿してる方々がこう集まってライブイベントとかを行うようになっていて、私もそれに出たいなって思うようになっちゃったんですよ。それで日本に帰ってからこう実家でバイトしつつ、そういうイベントにも出させていただいたりとかしてて、将来的に何がしたい、何がお仕事にしたいとか私はあんまりなかったんですけど、すごく楽しくって、これがお仕事にできたらすごくいいなと思ったのがきっかけで、そして彼女はとある行動を起こす。ダンスロイド結成。自分と同じ境遇の踊り手を誘い、ユニットを組み、活動を始めたのだ。ダンスロイドはこれまでメンバーの入れ替わりを経て成長を続け、歌わないアイドルという新たなジャンルを確立した。そんな中、昨年にはイクラと同じく結成時のメンバー相川梢が卒業。イクラさんへ、ダンスロイド結成当初からリーダーとして引っ張っていってくれてありがとう。リーダーだからこその大変さたくさんあったと思うけど、いつもそれを見せないでみんなのことを見てくれててすごいなって思う。これからもダンスロイドを引っ張っていってね。梢ちゃんもとっても偉大な存在だと思ってたので、梢ちゃんが抜けるっていうのはすごくやっぱ不安のことが
不安な気持ちも大きいんですけど、その梢ちゃんがいなくなって7人に増えることで確かに意識は高まりましたね。もっともっと今まで以上に頑張らないと、メンバー引っ張っていけないとお客さんも引っ張っていけないなと思ったので意識が高まりました。さらには前代未聞となる現メンバーを含めたオーディションを開催。候補生1番いくら。その結果メンバーは過去最高の7人となり、第3期ダンスロイドがスタートした。やっぱりメンバーチェンジするたびに、私たちはもともとは3人でグループ結成して、で今7人になったんで、その増えるたびにかな、増えるたびに私はダンスロイド大きくなっていってるんじゃないかなというか、私の中での意識が大きくなっていってるような気がします。彼女の人生を変えたインターネットへの動画投稿。いくらが思う踊ってみたとは。踊ってみたとは、じゃじゃじゃん、可能性の場。まあ私もそうなんですけど、まさか暇つぶしから始まった動画投稿がこんなところまで連れてきてくれるなんてっていう、何が起こるかわからない可能性の場だと思います。皆さんもぜひぜひアップロードしてみてください。この日は普段から仲の良いメンバーのマームとゆずきを誘いご飯を食べるということで同行させてもらった。はい、着いた着いた、うわこれこれ、うわめっちゃ美味しそう。あ、もうお腹減って、やばい、あやばい。こんなところで着いたのは六本木にある本場タイ料理のお店。この3人にはタイ料理ブームが到来しているのだという。トムヤムが食べれたら何でもいい。エビスリミア餃子絶対美味しい。絶対美味しい。うわな、うわ辛そう。美味しそう。山本さんが食べたいの。程よいね、辛みが。女子会なってるけど雰囲気が違う。なんか雰囲気は全然違うね。年の差が大きくなったし、まだ溝はあるじゃん。ちらそうなんだ。だから最初の印象だったもん。食べるべきか、そう保つべきかみたいな距離感的な。こういう話はね結構3人でよくしたね。撮影しながらすごいニヤニヤしてたでしょ、カメラ映してる人。絶対楽しかったでしょ。そうは言われてないので。でもやっぱね気にしようと思いますよ。気にしようと言われてないのでガンガンしていこうと思います。あれこの3人猫かぶってるな今。3人だと思ってゲラゲラ笑ってんじゃないのか。元メンバーですら結婚ですからね。いやびっくりだな。びっくりだよ。いや、ま、ダメ絶対。ダメ絶対。皆さん歌わないってことは、はい、皆さん音痴なんですか。なそんなことないですよ。ね、めっちゃうまいし、ね、もう、ね、それ隠してるんですよ。びっくりですよ。普通にカラオケどこは行く。行きますね。行きますね。行くし、多分歌が嫌いなわけではなくって、うん、でも歌りは好きでしょ。どっちかというと歌うのは。好きだよ。私は結構比較的人前で歌うのが苦手。歌うのは好きなんですけど。でカラオケ行くんですか。カラオケ行くんですか。本当に。ということで。ちょっと似てます。なんだこのもうカラオケ誘って行っちゃいましたみたいな。本当に楽しんでるだけじゃないですかこれ。スタッフさん楽しそう。いいな。ちょっとずるいな。こういうロケやりたいよ。盛り上がるよね。ね、超盛り上がるよ。待って踊りダンでやって一番最初に。ほらもしかしてもしかして、生徒しても気持ちになれますよ。どうか。おーすごい。ダンスキーバージョン。歌わないアイドル、ダンスロイドに歌わせてみた。歌わせてみた。
したり。の歌声いかがでしたか？歌いながら踊るのって大変だ。大変だね。息が切れます。いい汗かいた。はい。歌わないアイドル万歳。万歳。年明け最初の仕事は多くのアイドルが参加するイベントへの出演。新メンバーにとってはこれまでで一番大きなステージ。テレビで誰かが行きまーす。広いですけど頑張ります。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 頑張りまっちょ。まず過去の自分はすっからかんでした。特に将来何のお仕事がしたいとかも考えてなくて、何か楽しく過ごせればいいなぐらいにしか考えてなかった若干引きこもり気味の私でしたが、今はぎっしり詰まっております。なんかやりたいことというか、もっともっとたくさんの方に知ってもらいたいなと思うようになってからは、いろんなことが楽しくなりました。そして未来の自分は大爆発、もっともっと有名になっていろんな方に知ってもらって、そしてダンスロイドももっともっと大きくなって、できれば国民的アイドルみたいに言われるぐらい、ちょっともう年があれなのでできれば早めになりたいです。近い未来は大爆発なれるように頑張ります。やっぱり売れたい。